おお、容赦ない右ストレートを食らってどっか消えてしまわれたんで軽く放心してましたよ。自力でバグを直してこの世界にたどり着いたんですな。それでは改めまして、ようこそ破壊神様。私は魔王、魔物の王でございます。そしてあなた様をついに召喚いたしました。いや、破壊神様の降臨イベントは月一なんで、今回のチャンスをものにするべくかなり本気で召喚儀式に臨みましたよ。たっぷり課金してたんだ、半べそで。こら、破壊神様の前でそんな無粋なことは言わない。まあ正直なところ、かなり懐が寂しくなっちゃいましたが、ね、まあ私のお小遣いが減らなきゃ別にいいんだけどね。で、実際のところどうなるわけ？ぐぬぬぬぬぬ、いや、破壊神様、そんなことよりも世界征服ですぞ、世界征服。ほら見てくださいよ、眼下に広がるこの世界を。この世界、我々のものにしちゃいましょね。楽しそうでしょ？はあ、楽しそうだね。ということで、破壊神様には私と共にこの部屋から世界を征服する活動に勤しんでいただきたいのです。魔物たちを育てながら迫り来る生意気な勇者たちをバッチンバッチンと倒しまくって、この世界をまがまがしく染め上げちゃいましょう。あ、ちなみに私の活躍には期待しないでくださいよ。基本的に全部破壊神様にお任せしようと思っておりますので。では早速フィールド上の城をポイントし、丸ボタンを押してみてくだされ。おや、何かにぶつかりましたか？近すぎ！ゲンド、わきまえろっての！たくも、察してよね。そのボタン使わないんです。って言わせるボタンなんだな。ぼーっとしてました。はい、移動は魔法いらずで徒歩3歩、便利なものでしょ。で、私いきなりでかいウィンドウに隠れて喋ってますが、バグではありませんので気になさらずに。ここからしばらくはあれこれと書かれておるためになる情報をご覧になってくだされ。ページを進めていくと、破壊神様に実際に行ってもらう操作やらミッションやらが書かれております。サクサクとそんなお題をこなしていくと、あら不思議、できる神になっちゃってるというわけですな。まあ、あれこれ考えてても始まんないから、正面見て読んでけばいいぞ。その城を落とすことが我ら魔王軍の目的でございます。征服開始の前に勇者をビシビシポインティングして特徴を知るのも有益ですぞ。テーブルが回っても私が見づらいのは変わりませんと。そんなもんです。タッチパッドボタンや三角ボタンを押すと視点を切り替えられますんで、多少はマシになるやもしれませんな。ちなみにオプションズボタンを長押しすればカメラの位置がリセットできるんだ。
私の扱いなんてこんなもんですよ。知ってました。とにかく大地をうごめく魔物たちや勇者どもの動きに目を光らせてください。暗黒の塔現在浮上中です。勇者の心へし折りますぞ。よし、クリアな視界で征服開始でございます。ですが基礎から学ぶ世界征服は続きます。つらつらと読み進めて世界の断りを学んでくだされ。うむ、コントローラー上に並んでおるのは魔物の巣。ここより生まれる魔物をバンバン増やし魔王軍を強化していくのが破壊神様の使命でございます。そこに書いてあるカリスマって適当に置いてるとすぐになくなっちゃうから頭使うんだぞ。でございます。さて巣から出てくる苔はほんの数匹で打ち止めですから、にじり苔をじゃんじゃん繁殖させるには命の源たるマシズクを魔界の領土に取り込まねばなりません。要するに食べ物をあげないと魔物増えないってことなんだ。無事マシズクが活性化いたしました。これで苔たちの餌が確保できたわけです。魔物たちは食物連鎖の仕組みの中で餌をゲットしたり、はたまた他の魔物の餌ともなります。餌になる魔物を多めに増やし餓死しまくりにならんようご注意くだされ。夜です。勇者いませんし、どう、おっと、また身の程を知らぬ勇者が冒険を開始したようですぞ。おお、虫だ虫。破壊神様、巣を置くたびにコントローラー上に表示されております数値カリスマが減っていくことは先ほどお教えしましたが覚えてますかな。征服1日目の勇者はレベルも低く生っちょろいやつが多いんで、カリスマ収集にはもってこいですぞ。そんじゃチュートリアル効かなそうなダメ勇者をぶっ倒そう。ざまあみろです。勇者を返り討ちにしましたぞ。では今度はこちらから勇者の拠点へ攻め込んじゃいましょうかね。さあスキルを使う準備が整いました。で今はまだ魔の進軍しか使えませんが、征服活動を進めていけば新たなスキルもゲットできることでしょう。とりあえず今は進軍の理屈だけ覚えちゃってくだされ。準備ができたら攻撃開始だ。さあ
進軍開始です。時間が経つと魔物は攻撃やめて帰っちゃいますが、ま、今回はいけちゃうと思いますよ。勇者ダウンです。あ、さあ勇者の拠点を攻撃開始です。いいぞ。勇者の拠点を制圧いたしましたぞ。周囲の土地が魔界化いたしましたので、奪い返されぬよう魔物の巣を置いとくと良いですぞ。世界征服って地味な活動も必要なんだな。魔物の数は十分ですかな。新たなマシズクを魔界に取り込みました。それでは破壊神様、魔物たちを増やしスキルポイントをもりもり貯めて勇者の城へと進軍しましょう。よし、キビキビ行くぞ。キビキビ。魔物が何匹かやられてますな。日は落ちました。勇者の動きが変わるかもですぞ。お、そういうのもありますか。勇者の動きが変わるかもですぞ。じゃんじゃん行こうよ。ではレッツ襲撃。イエス、城への攻撃開始です。苦しめ、苦しめ。やった、征服完了です。今度とも魔王軍をよろしくお願いしますよ。ほらほら、 A ランクだって。この調子で頑張るんだ。期待してるからな。海神様、初征服お見事でございました。こうやって城を落とすたびに周囲の大地がまがまがしく変化し、魔界の領土はガンガン増えていくのでございます。さあ我ら魔物のため、次なる標的にその魔種を伸ばしてくだされ。
次もチュートリアルがあるからぼーっとしてないでちゃんと聞いてよね。そんじゃ、とっとと制服再